に体が動いて続けれるんだったら何歩でも続けたいわ。あとはもうメンタル的なとこじゃないの、やっぱりもう、まあそうだね、30代中頃くらいになったらいつ首切られても分かんないし、うん、首切られたらさ、うん、次のチームが見つかるかどうか分かんない。おはようございます。おはようございます。これからですね、プロ24年目の、まあ、同級生の山瀬浩二選手の密着をさせていただきたいということで、今日練習試合です。レノファ山口練習試合なんですけど、その練習試合の1日を密着させていただくということで、ダダンとこちらで迎えに来てもらいました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。なのでこれからちょっと車中インタビューしながら向かっていきたいと思いますので、早速よろしくお願いします。はい、お願いします。言うからここまで30分 でさらにここから30分ちょっとだから1時間ぐらいかな、うん、かけていつも練習場に向かってるという、そういうことです。冒頭でも言ったんですけど、プロ24年目、うん、そうですね、長いっすね本当にすごいよ。俺もまあ長くやらせてもらってましたけど、18年ですが。違う、だって那須はほら大学途中からだから、まあまあまあ、それでも今今年42だし、しかも俺の方は山口の選手たちに聞いたら自主練も相変わらずめちゃくちゃするし、それは、うん、単純にやらないとついていけないから、うん、若い子たちには。まあそうですけど、そのモチベーションも含めてね、すごいなっていうのは思うんですけど、どう実際に24年目。いやでもさ、それはだって俺は好きでやってることで、うん、でたまたまだけどありがたいことにやれる機会というか環境をね、うん、与えてもらえたから、うん、モチベーションが湧かないとかそういうことはないよね。まあまあまあ、それはね。だって那須だってさ、うん、まあね、いろんな理由があっての引退かもしれないけど、別にサッカー嫌いになったわけじゃないだろうし、そうだね、別に体が動いて続けれるんだったら何歩でも続けたいわ。まあ実際今動いてるじゃん。そうだね。そうそう、それがたまたま俺の場合は、まあ、続けれる環境っていうか、まあね、そういうオファーとかがあったからやってるっていうだけで、多分みんなそうじゃないの。やりたいけどやれない状況になっちゃったから、まあしょうがなくてやめるっていう人、うん、それは体の機能面なのか、うん、まあそれがちょっと金銭的な問題なのか、あ、いろんな事情はそれぞれ、ね、いろんな事情はね、あるとは思うけども、うん、実際だからどうなのよ、その体の、うん、そのもう42になって、うん、動きとかも含めて。いやそりゃ衰えたよ、もういっぱいいっぱいですよ。どういう部分が衰えたというか、まあ前と比べるとちょっと違うなっていう感じるのはどういうところ。え、全部じゃない、やっぱ単純な体力、うん、もう、まあ、体力の衰えはそこまでかな。だから普通にまっすぐさ長距離を走るっていうのは、うん、まあ、若干っていう感じだけど、筋持久力だとか、なるほど、うん、スピードとか体のキレっていうの、うん、反応の速さだとかさ、うんうん、そういうのはやっぱり衰えたなっていう感じはするよ。だからずっとこう強度の高い動きを、今の現代サッカーなんて何回も連続して続けなきゃいけないけど、うん、それがやっぱり難しいよね、まずね、うん、すぐ足パンパンになって動かなくなっちゃう、うん、なるほどね。その判断面はどうなの、その判断面は。いやそこら辺はそんなに変わってないと思うんだけど、うん、ただ体力の方がいっぱいいっぱいになるから、当然だけどそっちですぜいぜいハーハー言ってたら、その分、うん、体も動かないから判断しようにもまずはそのいっぱいいっぱいな状況で、うん、技術のミスも起きるし判断もやっぱ鈍る。だからやっぱフィジカルのところの衰えというか、そういう部分で技術だとか、うん、頭の面判断スピードだとかっていうところが影響を受けてるっていうのは大きいかなっていうのは思うけど、うん、工事の中で、うん、一番そのキャリアハイ、何歳ぐらいだったのかなっていう、その体とその心のバランスが一番こう充実してたっていう、かつまあ結果も伴ってきたっていう、まあ、何歳ぐらいなのかなっていう。そうだろうな、単純な数字だけで言ったら2007年のマリノスの時はね、点数ってすげえ取ってるし、うん、それだけで言ったらあの年ね、代表に選ばれたりました。そうね、代表に入ったりとかもしたけど、うん、でもなんかそういう充実度とか、うん、やってての手応えだ、うんなんてことで言ったら何回かあるかな、そういう時期が、うん、京都行った1年目とかもそうだし。それは何歳ぐらいの時、京都行った1年目がね、32、3じゃない、多分32、3、うん、でその後福岡の1年目とかもそうだったし、うん、
福岡移籍した時は17年だから、17年っていうか35は過ぎてたんだね。6とか6だ、6とかかな、うん、であと愛媛の1年目とか、うん、それが2019年だから39とか、実際のパフォーマンスだけで比べると、うん、多分ね、当然若い時2007年とかそういった時の方が、うん、キレもあったりだとかさ、うんね、パフォーマンスは上かもしれないんだけど、メンタルの充実感だとか、自分がこうイメージしてる通りのプレーだとか、こういう風な形のプレースタイルでやっていこうとかっていうところをね、うん、考えて、それを表現できてるかどうかとか部分考えたら、やっぱ30代後半になってから、うん、もう逆に、うん、充実してきたっていう感覚が、キャリアハイというか、まあそうだね、そういう意味でのキャリアハイっていうのは何回かあるから、うん、だからそういう意味じゃサッカー選手の自分平均寿命だとかさ、うん、そういうのってやっぱ当然20代だったりだとか、30代に入ったらもうベテランだなんだとかって言われるけど、そこからでも全然成長できたりはするかなっていうのはすごい思うけどね。30超えて、うん、特にやっぱフィジカル的には、うん、やらないとやらないだけ落ちるっていうのはもう多くの人が経験してると思うんだけど、工事的なそのオリジナルのトレーニングだったり、新しい手法で成長するための手段っていうのは、オリジナルってことではそんなね、まあ、ヤットさんとかもやってるけど、とりあえずあの練習終わった後の、 あのジョギングは毎回20分欠かさずやるようになったっていうのが一つ、うん、それはリカバリー目的で、リカバリーと、あとは京都に行ったタイミングで大木さんが監督やってて、うん、で大木さんがまあそういうローパワートレーニングっていうのをすごいやってる人で、うん、あのリカバリーもあるけど、まあ、ゆっくりジョギングを毎回することによって、うん、毛細血管とかっていうのをさ、うん、の隅々まで、うん、酸素をしっかりと運搬できるようになる、うん、でそうすることによって、まあ、酸素って血中を伝わっていくじゃん、うん、血中の酸素濃度が減っていくと当然だけど持久力の低下だとか、うん、いろんな、まあ、パフォーマンスに影響があるから、そういう酸素を体の隅々まで運搬するっていう、うん、まあ、仕組みっていうのをしっかりと体に慣らしてあげ、強化づけてあげるっていうことが一つと、あと、うん、脂肪を燃焼させてエネルギーにすることしやすくなるとかさ、うん、そういういろんな、まあ、ことがあるんだけど、そういうのを踏まえて、まあ、ローパワートレーニングをするようになったっていうことと、うんうん、あと、まあ、食事の面かな、やっぱり食事は、それはもともといろいろ栄養素とかのことを考えて食べたりとかはしてたんだけど、うん、その中で奥さんがいろんな毎回勉強してくれたりだとか、うん、知識をどん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 アップデートしててくれてるから、うん、まあ、そこから得た知識だとかっていうのをこっちにフィードバックしてくれて、うん、当然10年前と比べて取るようになった栄養素だとかもまた変化してきてるし、うん、まあ、サプリメント含めてなんだけど、うん、そういったところも少しずつ変化していくしてってるかなっていうくらいかな。特別な、なんかその外部で、うん、ね、いるじゃん、パーソナルトレーナーつけたりとか、うん、なんかそういういろんな練習方法があって、そういうのをトレーニングしに行ったりとかっていうのはね、逆にしてないのよ俺全然。うん、あとは意識するようになったのは、うん、人間の体ってさ、年取ると、うん、やっぱり1日2日体に刺激を入れないと、その衰えるスピードっていうのがすごく速くなったなっていう感じがする、うん、なるほど、うん、若い時は1日休んだとしても、うん、まあ休む前の体と同じような状態で入れるんだけど、うん、年取ってくると1日休んじゃうとすげえ体がもうなまっちゃうっていうか、うんうん、だからもう本当にトレーニングだとかフィジカルのそういう練習とか含めて、基本的にはもう本当にフルで出し切るっていう形でやる、うん、それでも、うん、やっぱり現状維持かなんだったらゆっくり落ちていくよ、うん、そこまでやったとして、うんうん、そういうのがあるから、うん、そこら辺の部分はすごい意識するようになったかな、うん、あとはもうメンタル的なとこじゃないの、やっぱりもう、まあそうだね、30代中頃くらいになったらいつ首切られたも分かんないし、うん、首切られたらさ、うん、次のチームが見つかるかどうか分かんないっていうのは、うん、もう実際
京都クビになってから、うん、そういう状況の 毎回連続だったから、うん、だからもう本当に崖常に崖っぷちでいるくらいの感じ。まあでもそれがいい意味でその危機感につながったり、追い込まれてるっていう風になるのはなんか良くないなと思ったから、うん、とりあえず緊張感を持てるようになったというか、うん、チームにちょっとこう話を変えてね、のは山口、うん、はいはい、もう最年長最年長だと思うんですけど、はい、若い選手多いと思うんだけど、うん、ベテランと言われる年だと思うので、うん、役割も含めて今チームの状況もどんな感じなのかっていう、やっぱり若い子が多いからっていうのはあるけど、でもね、うん、すごくポテンシャルが高いなとは思ってる、うん、あの去年来た時に思ったけど、チームとしての選手のポテンシャル、あとはやろうとしてること、うん、それがどこまで質を上げていけるかっていうところがチームの、まあ、この先、今年結果が、ね、どこまで出せるかの一つのポイントかなと思ってるんだけど、まあ、その中で当然一応ね、それなりに経験がある身ではあるから、うん、そういったものを少しでもこう還元して、でなおかつチームとそういう若い子たちが成長する、うん、伸びるためのなんかヒントだとか、うん、まあ、参考になるようなことを還元していければなっていう思いは、まずはね、あのベテランとしてやんなきゃいけないことだなと思ってるかな、うん、夏香監督、うん、すごいフランクにというか、うん、そのメリハリをうまくこうつけて、選手との距離がすごく近いというか、はいはい、選手の信頼もあるんだなってすごく伺える監督だなって思ったんで、もともと夏さんは長くレノファーでコーチとかやってたから、うん、関係性とかもあったおかげかなっていう気はするし、うん、あとはまあそこら辺の部分は結構意識してやってるんじゃないかな、うん、そのね、あのコーチの時の夏さんは知らないけど、うん、一緒に現役やってるから、この人と。そうなの？プロ1年目、2年目、うん、夏さんとコンサドーレで一緒にやってるのよ。あ、そうなんだ。うん、やっぱりその時もそうだったけど、まあ、当時はね、あの入って1年目だったからね、やっぱり怖いって多少ね、イメージも上だったし。そうだね、うんうん、でもそういう中でもやっぱりメリハリとかっていうのはすごく、キャプテンもやったりとかしてて、うん、しっかりしてたよ。オンとオフというか、そこら辺のこうメリハリっていうのかな、うん、だそれはなんか、うん、当時のままだなと思いながら、うんうん、工事の中でさ、うん、このプロ24年間ですごくこう影響を多く与えてくれた選手、監督含め誰なのかなっていうのは気になるんだけど、監督はやっぱ岡田さんじゃない？ああ、そうだ、うん、まあそれはタイミングの問題もあるかもしれないけどね、うん、プロになって1年目、2年目っていう、うん、本当に最初のタイミングで会っていろいろ指導してもらったっていうところもあるから、うん、なんか記憶に残ってる言葉とかある？記憶に残ってる言葉、まあいろいろあるけど、やっぱりね、細部にこだわるっていうところは、ナスも聞いたことあるんじゃないの？俺も何度も、はい、ね、言ってたよね、勝利の女神は細、女神だっけ、勝利の神様かわかんないけど、うん、その細部に宿るって、ね、よく言ってるじゃん、うん、だそこはすごい意識してる、今もやっぱり、うん、これくらいでいいだろうじゃなくて、うん、もうここまでやっても足りないかもしれないとか、足りないだろうなっていうくらいの感覚で、うん、それはプレー面でのさ、うん、じゃあこの立ち位置取ろうだとか、ポジショニング、このパス一つもそうだし、うん、そういう技術的なこともこだわるし、うん、あとそれ以外の本当にものの考え方とかもそうだよね、うんうん、やっぱりこれだけやっても、ね、もしかしたらうまくいかないかもしれないっていうような考え方で物事に当たるようにするっていうのか、なるほど、そこはすごく常日頃サッカーに関わらず意識してるかな、うん、影響を与えた選手は？選手かい、うん、
天守、那須大輔。天守っていう意味では、まあ、出会う選手、出会う選手、みんな、ね、うん、何かしら影響を与えてもらってるけど、なんかその影響を与えられたっていうか、なんか衝撃を受けたのはやっぱりエメルソンかな。おー、それは北海道、うん、そうそう、最初のコンサートの時と、あとレッツでも一緒にやったけど、うん、だから、あいつはさ、もともと俺がプロに入った年にブラジルから来て、うん、同い年って聞いててね、うん、僕はね、1年目からバンバン活躍するわけですよ、うんうんうん、で、同い年なわけでしょ、うん、やっぱり世界ってこういう感じなんだ、すげえなって、同い年でこんなにレベル高いんだと、やっぱそこはすごい衝撃は受けたね。うん、今の若い子は知らないかもしれないけど、うん、とんでもないスピードスターというかね、うん、速くてシュート上手くて連覇みたいな感じ、もうそろそろか、もうそろそろだな、あと5分くらい。今日ちなみに練習試合、はい、なんですけど、うん、このシーズン始まる前のこの練習試合っていうのはカテゴライズどんどんされてきて、うん、スタメン、スタメンじゃないのっていうのが分かれてくると思うんですけど、うん、昔だったら結構そこに一喜一憂する、はいはいはい、選手も多くいると思うんですけど、うん、どうですか今現在そういうのも含めて。あるよ、でもやっぱり、うん、そこがやっぱりある意味向上心だったり、うん、一つのモチベーションになるわけじゃん。だから俺は別にそれ自体は悪いことだと思わないのよ、うんうんうん、悔しいだとか、うん、いろんな感情があるのはね、うん、ただそこで結局その感情で止まっちゃうから、うん、なかなかね成長しない子はそこで終わっちゃうと思うんだけど、うん、じゃあその感情を糧にどうするのかっていうところまで、うん、迎えるかどうかっていうのがすごい大事なことだなと思うし、うん、ただまあ昔に比べればね、当然自分の、あのできることできないことっていうのもわきまえてるし、立ち位置だとかっていうのもやっぱり多少はねわきまえてはいるから、うん、そういう部分での感情のブレだとかそういったものをできるだけ減らそうとはしてるけどね。なるほど。ただ多分嫁さんに聞いたら、うん、全然できてないって言われると思うけど、うん、あの例えば試合でねうまくいかなかったりだとか、うん、次スタメンじゃないだとか、ね、うん、そういうのだったらねすごく多分不機嫌に帰ってくるとかって聞けば言って言うと思うんだけど、なるほど。だから今年はそこが少し目標かな。あ俺そこをあのいい意味で安定させると、そうそう、いい意味でもうフラットに、うん、あの自然体で、うん、少し力を抜いてっていうのかな、うん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 、今まで通りやるべきことだとかやることに全力で取り組むのは変わらず、うん、だけどそれ、まあ、当然うまくいかないこともあるじゃん、うん、まあ、それはそれで自然体で、あ、まあ、そういう時もあるよなとか、そう、まあ、しょうがないなとか、うんうん、まあ、なんとかなるかとか、そういう感じで受け止めれるように、うん、言ってもさ、もうあと本当に今年最後かもしれないし、ていうかまあ言ったら毎年今年が最後かもしれないと思いながらやってんだけどね、うん、プロはね、うん、そういう意味で言ったら今年1年最後かもしれないから、うん、そしたらもうそれをシンプルにまあ満喫したいなっていうのが、同級生のカズさんみたいになってください。いや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 、さあ練習場に到着しました。着きましたね。はい、長かったっすこれから練習試合ということで今日はユースと練習試合、うん、そうです。何分？45分3本。いや、45分2本。2本。今年まだ一発目だから。ああ、今年一発目、うん、この奥がクラブハウスなのでそこまで見送りたいと思います。はい、すいません、なんか全然です、全然です。ありがとうございました。ではこれから練習試合準備ということで、はい、試合取らせてもらいます。いってらっしゃい。はい、どうもです。頑張ってください。また後ほど。後ほど、はい。昔から変わらないんだけど、はい、ボール来る前に首を結構振って状況判断をするっていう、あの本当だ、クイックイって、そう、クイックイッ、
今日30分。そうだね。俺、はね、15で3。どうでした？感触的な部分を含めて。疲れました。疲れました。今年最初のゲームだったけど、感じでチームはやれてたんじゃないですか。これからまたキャンプとか。キャンプ行くよ。うん、キャンプ行くと行って、多分試合がメインになるんじゃないかな、去年の感じだと。これから徐々にコンディション上げてっていう。コンディションはね、もうね、上がらないよ、そんなにおっさんだから。いや、まあでもチームのコンディションと、あと戦術など、そういったものをね、突き詰めていくっていう感じで、やっていく感じになるんじゃないでしょうか。プロ24年目の工事密着を、練習試合の密着をさせてもらったんですけど、まあ、本当に俺からしたらもう変わらない工事が見れたということで、視聴者の皆さんは本当ね、こうやって長くやるにはそれなりの理由があるということで、何も特別にしてないって言いましたけど、特別にしてないことが彼にとってのやっぱそのスペシャルワンっていう言いましたけど、最後にすごくこだわってる人間なので、まあ、本当にサッカーを目指す、ね、人たちはこれから目指して参考にしていただければと思います。でですね、この長年やったからこそのこのこちらのダンっていうこちらの本なんですけど、山瀬浩二選手が長年培った経験の中で、いろんな経験談を語っている本になりますので、そうですね、はい、24年もやらせてもらうと本も出させてもらえたということで、そうですね、はい、いやそれはね、本出せるってなかなかいないですからね、うん、ありがたいです。これまでの経験とかね、はい、時系列をたどって書いてるので、うん、もしよかったら読んでいただけるとありがたいです、はい、概要欄の方にね、はい、記載させていただきますので、皆さんぜひ購入の方もよろしくお願いします、はい、で、レノファ山口ホーム開幕戦が2月18日にありますので、そちらも概要欄の方からチェックして応援来ていただければと思います。はい、ぜひお願いします。はい、これからも24年目の山瀬選手のね応援もよろしくお願いします、ということで、
今日は山瀬で浩二選手の密着でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ものすごく寒かったです。わざわざ山口まで。ありがとうございます。ありがとうございます。また今週も応援します。はい、ありがとう。